気持ちがすごい伝わってきました。紫を消さないと後ろに繋がって崩壊してしまうので、紫頭にできると思ったけど、黄色を置いて紫だとね、もうスペースがなくて非常に窮屈な盤面でした。さあ、マッキー、イバラのような形だったが、座布団からのイバラのね、あの相性いいですね。ここは1連鎖。さあ2連鎖でかなりまたマキ上で2連鎖打ちましたね。さあメタも2連鎖。さあこの2個がさあそこに振る。さあマキここで2連鎖1回解消の2連鎖。さあ細かいぞ、細かいが大きくは動きたくない。ぷよぷよのなんか真骨頂みたいな感じですね。さあ5連6連とマッキー大きく動かされたが、メタもこれは6連で対応しに来ましたね。4ダブ6連。さあこちらの方が大きいのでかなりいい対応だが、マッキーも対応した。さあ2ダブ3ダブ4で返していく。さあメタももう一度対応に回った。さあこれ4連でさあ返していくが、マッキーの2ダブで押し込まれる。やはり今の4連は少し心もとなかったか。さあ最終的にメタに振って、さらにマッキーがどんどん追い込んでくる。メタはカウンターが完成しましたね。黄色からカウンターがあるので、マッキーは深追いはできない。深追いができないとなると、メタのイバラがここで来る。これは強い。マッキー仕方なくこれ3連崩されましたね。完全に崩された。これはもうメタはやりたい放題か。本線を伸ばして打つか。さあ赤。いや、イバラだ。まだイバラ。さあ、マッキーに使わせてから、悠々と。本線を発動。ただここで止まっている。止まっているとなると連結で返ってくるぞ。マージンタイムも気になるところ。だからメタ大量に消して3連鎖。さあこれはマージン来そうですね。さあ一瞬で怖いことが。さあメタも打っていったぞ。4取り5連。さあマッキーはここ黄色ダブルまでなので、これは返しきれない。さあ1試合ここ白熱した長い試合でしたね。